要な資材は揃っているようだな。ではこれよりスマッシュでビンゴの模擬店作りを開始する。各自担当の持ち場につけ。へい。うん、それでいい。こっちはあと少しで終わるっすよ。ではジャッカルのフォローに入れ。了解っす。よし、こんなところだな。意外と本格的じゃな。それは最終の仕上げの時で構わん。今日の作業はこれで終了する。全員撤収。合戦のシーンはどうするんだ？エキストラは何人使ってもいいそうですから、なんとかなりますよ。このシナリオだと、光秀の謀反は発作的行動ということになりますね。恨みという話ではないのか？恨みはないでしょう。それより、発作的行動プラス野望だと思いますよ、僕は。いろんな説があるんすね。俺としては野望ってのが一番面白いんだけど。野望にしては計画に穴が多いですからね。なるほど、事前の計画は重要ということですね。いいことを言いますね、日吉君。クライマックスは本能寺の変でいいとして、もう少しドラマが欲しいところだな。一応桶狭間は押さえておきますよ。あとは長篠の戦いも入れたいところですが。馬がないと長篠の戦いは間が抜けるぞ。そうなんですよ。ですからここは秀吉と光秀にもう少しスポットを当てようかと。僕の出番は最後の方だけでしょうか？そうですね。でも重要な役ですから、気を抜いてはダメですよ。はい、わかりました。ん？宮崎、お前か。まあ、構わんが。そんなものはない。誰もそんなことは言っていない。そんなことに興味がないだけだ。そうだな。質問は終わりだ。この間は世話になったな。なかなか面白い手を使うようになったな、後で。当然だ。同じ相手に何度も負ける俺様じゃねえ。あれは何という技だ？名前か。そうだな。氷の世界。とでも名付けるか。氷だと？どういう意味だ？俺様のインサイトには、相手の視覚がつららになって見えるんでな。なるほど。お前らしいネーミングだ。こけおどしが。何言ってやがる。てめえこそはっぱりかましすぎだろうが。大体、風林火山ってのは、初
省略した呼び方だろうが、孫子では本来。ほう、知っていたか、風林火山の真の名を。なるほどな。隠してたってわけかよ、二つの技を。さあな、どう取るかは貴様の自由だ。そう簡単に手の内は見せないってことかよ。まあいいさ、俺様も全てを見せたわけじゃねえ。減らず口を。てめえこそ。宮崎、お前か。まあ構わんが。それは褒めているのか。そうか、まあ確かに癖のある連中が揃っているな。そんなことはない。それにその点で言えば、俺よりも部長の方が格段に上だ。今は自宅療養中だ。あいつがいた頃は、あいつが静かに何か喋るだけで、水を打ったように静かになったものだ。ああ。ああ、それとな、お前、携帯は持っているな。では、番号を教えてくれないか。いろいろと連絡することもありそうだ。うん、登録は完了した。では、何かあればこれで連絡させてもらおう。